きます。トリチャンネル、イエーイ。さあ、大丈夫かな。いや、ちょっと怖い。これで撮るの。これで撮ります。はい、今とりあえず回してますもん。え、そうなの。いや、全然、あの、とりあえず盗撮じゃん、盗撮。盗撮だよ、本当に。盗聴か。チュン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 。大丈夫かな。いきます。トリ、うん、チャンネル、イエーイ。ちょっと待って、ごめんなさい。はい、何ですか。トリチャンネル。トリチャンネル説明していいですか。あ、いいですよ、いいですよ。トリチャンネル、はい、はい、この番組はですね、トリ声カナが、トリ声カナとなって、はい、第一 TV のアナウンサーの心の声を聞いていこうというものです。本当にさ、自分の名前を押したがるよね。で、まあ、音声のみで今回お送りしていくので、うん、より皆さんの本音を聞けるんじゃないかなと思って。そうだ、今日カメラないもんね。そうなんですよ、本当に。せっかく化粧してるのに。いい状態なんだけど。いい状態だ、結構いい状態。潤った状態なんだ。じゃあこれ、これ YouTube ですよね。そうなんです、で YouTube。 じゃあ何が流れてるの、この画像的には。画像は、うん、おそらく私のイラストです。大丈夫。鳥ちゃん描こうかなって思ってます。鳥ちゃ ん, ちゃん、ほら、ほら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 、出してくる。ちょいちょい出してくるやつだよ、ちょいちょい。サインについてるやつ。そうそうそう、あれか。で、だから、そのうちだから、その鳥ちゃんが増えていく。家族作るんでしょ、どうせ。装飾しちゃうってこと。かもしれない。え、で、それがずっと流れてるってことは、これ画像がじゃあ、我々が今映ってないってことで。映って、一切映っておりません。それは不利。無理っていうか。あ、そう。でもアナウンサーじゃないですか、はい、アナウンサーたるものをトークで勝負するべきじゃないですか。私結構顔で勝負する、うん、いやいや、顔ちょっと前に来てるから、ね、いや違う違う違います。表情が素晴らしい。本当にあのキラキラする表情がね、大変評判。僕もビジュアル系ですよ、うん、こちらがですからね。いやいやいや、それこそ音声の方がいいと思う。向いてらっしゃいますね。そう音声はね、決してこうハゲてないもんね。そうなのよ、そう、艶がありますから。艶がある。ということで、まだ私たち紹介してませんでした。あ、そうだ、はい、今日はこの3人でお送りしていきます、はい、これ誰かもわからないってことですよね。分かってない段階ですね。そうか、はい、ではまず1人目、先ほどから聞こえてる男性の声は、はい、私、秋元啓司です。どうぞよろしくお願いします。お願いします、室長。はい、そして可愛い声で出演しています。はい、アイドルの永見です。いや、まあ、これ大丈夫かな。聞いてると、はい、どんな顔されてるのかなって気になる方もいらっしゃると思うので。そうか、声選考でね。そうです、この声誰なんだろうって声から顔にたどり着く、はい、あ、それならずっと顔出さないでほしい。ぜひともね、あのセクシーボイスとかでね、第一 TV のセクシーボイスとかでちょっとバズりたいかも。だからいろんな企画で、例えばセクシーボイス選手権とかね、はい、あの誰が一番セクシーかとか。それなら本当にあいうえおをいかにセクシーに言うか。あいうえお。あ、でも面白いかもしれないですね。ただ単なるあいうえおを、ただ単なるあいうえおをいかにセクシーに、うん、セクシーね、いかに想像力を高められるかっていうね、うん、あといかに言い慣れてるかっていうのもね、あるかもしれないけど。そこちょっと言い慣れてない。使えないじゃないですか。ギリギリですよ、これ。まあ、ギリギリですか、ギリギリか。これはじゃあ編集は、はい、もう責任はもう鳥越さんが責任持って最後まで、あ、やるんですね。じゃあどこを使おうとか、はい、ね、あ、なるほど、完全もうじゃあ鳥越さん企画でこれはね、そうなんです、スタートするってわけです、ね、これ全部いいとこ全てカットされそうだな。自分にいいように編集もできるから、ね、そうしようと思ってますよ。ちょっとね、はい、鳥越さんの割とこのブラックな部分とかね。あ、そうね、そういうところも、ね、うん、そうですね、あるかな。あまり見せない、普段見せないじゃないですか。そうでも絶対持ってると思うし、ね、クリーンすぎるもん。え、それはある。そうですか、うん、でもこの間ちょっとあのおったまげ調査隊の中でも言ってたけども、あの必ず自分より下を探すとかね。いや、ちょっとボロッと出ちゃったんですよ、普段から。やっぱりそれも誰もがね、そう思ってることかもしれないですけども、うん、このクリーンなイメージの鳥越さんがやっぱり言うことによって、あ、やっぱそうなんだと、ね、うん、私は親近感は持ってもらえたと思うんですよね。そうと同時に、あの、いつも下を探すっていう意味で1回目この2人ですよ、うん、違う毛が足りないとか、毛は足りないわ、毛が足りないとか、毛量
立ってる。そうか、そういうことか。そう、あと体重が若干重いです。なるほどね。そういうとこでね。そうか、下を連れてきたか。それよくない。今鳥越さんの指名だったんでね、うん、あ、いいですよってね、うん、来て今このなんか普通の楽屋でね今、はい、たたれと喋ってますけど、まさかこの2人ってなったじゃないですか。いや、まあ、最初は喋りやすいよ2人からいいじゃないかと思って。そこでね、まあまあそうですね。だからまあいろいろ考えると、いろんなだからトライアルなね、地上波ではできないようなこともできるし、はい、っていうことですよね。そうなんです。で、実際にちょっとやりたいなって私も思ってることがあって、はいはい、それはちょっとタレコミがいろんなところから届いてるんですよ、皆さんに関する、この人はこうですとか、そうそうそう、あのアナウンサーちょっと丸々すぎるんじゃないかとか、丸々すぎる、丸々すぎる、なるほど、ちょっとあのアナウンサー心配だなとか。あ、いろいろ。これはさ、もう鳥越さんが一番あると思うよ。分からなさすぎるみたいなさ、隠しすぎるみたいな、ね、あ、なんかプライベートが謎すぎるって言ってね、そう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 、よく言われてますけども、あ、そうだ、うん、そうですか。それはもう変わってないですもん、うんうん、それはね、確かに。だから逆に自分をボン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 出すね、あの、うん、意外な一面をどんどんこう鳥越さんが引き出しつつも自分が出すみたいなね、そういう感じがいいかもしれないですね。テクニックだね、つらいな。鳥越かなさ、鳥越から。ピヨ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 、画面はずっとほぼ変わんないわけですから。変わんないです。だからその人たちは何かをしながらこれを、まあ、見てるっていうか聞いてるとか。そうそうです、そうです、そういうことですよね。そう、もうその分気楽に聞いてほしいんですよ、うん、もう聞き流しとかでもいいんですよ。おそらく内容聞いてなくてもいいです。普段の我々のだからアナウンス室内での会話だとか、うん、こういう本番前のちょっとした会話だとか、はい、まあ、その一瞬のイメージがちょっとあるような感じなんですかね。そうです ね、ちょっと普段見られないところを発信していこうって感じですね。で、他のとこからどん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 こう来て引っ張り込んで、いわゆるバズってくれればいいってことですね。うん、夢はそうですけどね。ちょっと実際どうなるかは分かりません。なるほどね、はい、まあでもそれがあまりにもこう再生回数が伸びないようだったら、2回で終了とかね、あの、うん、フェイントアウトっていうのも十分あるでしょうし、打ち切り、打ち切り。喜ばないでくださいよ、こっちは必死なんですから。そうね、そう、そう、この第一 TV の、 あの公式 の、 あの YouTube のところから正式に消える可能性もあるわけです、はい、やだ。せめて残して、まあ、アーカイブね、残してほしい。まあまあでも、うん、他にはないんでね、まあそうだね、うん、取り除かれないように頑張って、なるほど。でもね、面白いじゃないですかね。だからとりあえずどんどん発信していこうと。そうです。いうことですね。はい、うん。まあいいんじゃないですか。やっぱりやってみようってことですね。とりあえずやってみようってことです。とりあえずやってみましょう。なんかタレコミあったの？それで。タレコミ？うん。ここで言っちゃっていいんですか？これ中身なかった人一回。そうですね。まあまあまあ。でも全く概要みたいな感じですよ。あ、概要か。いっぱいまあタレコミ届いてるんですけど、詳しくはまあ次回以降。あ、なるほどね。ああ、なるほど。第2回。第2回の方で、はい、そうかそうか、パワフル松原とかね、あ、はい、ちょっと見てみたい。普段あんまりこう声を前にこうね出さないから。そうですよね、そうね。あ、それに関してちょっとタレコミ来てました。そういえばそうでしょ、松原なんかちょっと声が小さすぎるとかね、そういう、うんうんうん、そういう方向で来てました。声が薄すぎるみたいなね、来てました来ました。そう、あの今あのちゃんと我々ね、はい、会社でもコロナ対策してますから、はい、してますね。あの前へと向かった人にはちゃんとビニールシートがね、ビニールシートが出ますけど、はいはい、そうそう、聞こえない松原さんの声が、松原さん向かい側に座ってるじゃないですか、うん、向かいだから、うん、聞こえない、なん、ごめんね、もう一回もう一回言ってもらっていいっていうのがね、結構繰り返すのよ、ね、控えめなんですよ。そう、でも表現するかもしれないですね、こういうとこ来たらね、逆に喋るかもしれないですね。だからその松原さんの変貌ぶりを一回見てみたい。まあ、それを引き出すのがやっぱり鳥越さんじゃないですか。そうね、結構重要ですよ、鳥越さんの力が、ね、私も鍛えられますね。そう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 、だから松原さんの声の大きさと、うん、あと須藤くんのヘルツね、あのウィーズ振り切り入れるちゃう可能性あるから、突然ね、いやマジっすよ、ね、あのヘルツ、ね、そう、振り切れちゃって耐えられるかっていうね、ありですね、次回そのお二人でもいいくらいですね、あ、いきなり男性陣二人 で、 あ、 ですか、あそこ仲いいからいいかもしれない、うん、確かに今その方が喋りやすい、あー、そうね、だ毎回 2,3 人こう呼んできては、はい、まあ何かテーマを決めて、はい、まあひたすら喋ったりとかするわけですよね、はい、そうです、あ、なるほどなるほど、うん、じゃあ毎回テーマが、ダブル伊藤とか忘れないでね、うん、あ、
そうですね、うん、そう危ない危ないそうですよねそうはいそうだそうだ一番しゃべるお二人ですからね、うん、そうだよそれも楽しみまあ途中で早送りしちゃいいんだからさ違うあの二人は画面上では結構面白くなくなるけど、うんうんうん、こういう時面白いからああ発揮するかもカメラ回すとね緊張しちゃうタイプあの二人はね意外とねそうそうそ う, そ う, そう、ね、次回打ち合わせとかが一番面白いから、うん、そうそうそう確かにあとロケ車の中ねロケ車次回どなた呼ぶか迷いますけどそれはもうプロデューサーみたいなもんだから、うん、これは鳥越さんのね、はい、もう腕の見せ所ですよ、そうですね私セレクトでちょっと次回選ばせていただきますねそ う, そ, う、うん、そうねはいそこもじゃあ初回これで終わりっていうことでいいですかいいですけどもういいです十分お調べしましたけどここまで聞いてくれてる人がどんだけいるかっていうねいや本当に、はい、いやちょっとだから皆さんにも募集しましょうよこういうこと知ってほしいですとか、うん、こういうこと聞きたいですとかそうですね、そうですねそうあと何でも要望を答えますだから、うん、あのお誕生日が近いです、うんうんうん、みんなでハッピーバースデー言ってくださいとか言うのでももう OK、うん、セクシーボイスでねセクシーボイスでおめでとういいねいいねあいいいいあじゃあコメント欄とかで書いていただけたら、はい、もしかしたらやるかもいいですねはいあの何でもしますあいいじゃないですか相当ハードルは低いですよこれなんで、うんうんうん、割と現実にねなりやすいと思うのでう実現しやすいと思うので、うん、確かにあと耳元でささやいてるように言ってくださいみたいなおはようみたいなちょっとなるほどねこういうのもきっと、うん、本当に、うんうん、あのイヤホンで聞いてらっしゃる方は今、うん、相当来たと思うんですよ知らないいや知らないし顔がうるさい見えないからその顔が見えないから見せたいこれ表情そうねチュン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 初回はここまででいいちょっと締まりがないですけど、うん、そうだねはいってことでこれからもはいわかりましたはい、はい、第一 TV の鳥チャンネル、うん、どうぞ聞いてください、はい、なるほどはいお願いします鳥チャンネル